こんにちは、たけです。みんな元気？Facebook で、倒立やってるって話しとったんですけど、結構やっぱ女性の方は結構難しいってちゃうかっていう話があったんで、女性の方でもなんか簡単に、できる、3点倒立っていうのがあるんですけど、まあ頭と腕で支える3点倒立ってあるんですけど、それは多分女性の方でしたら多分できると思うんで、それをちょっとお教えしますね。できれば、頭のとこに、クッションとか置いた方がいいかもしれないね。僕はまあヨガマットをするんで、やり方としては頭を先ついて、頭をついて手で支えるという感じですね。こう位置的にはこんな感じですね。ほんで思いっきり蹴り上げて壁でやった方がいいですね。でこういう感じですね。これでこうバランス取る感じですね。まあ、これだけでも全然多分効果あると思うんで、腕もある程度使いますし、まあちょっと頭が痛いんである程度クッションとか必要かもしれないですね。でこれで壁に触らずやるっていう手もありますよ。多分これが一番簡単な、女性でも壁を使えれば多分全然できると思うんで、で最終的にはその要は壁から足を離せばより体幹とかバランス感覚っていうのは良くなると思います。以上、たけでした。よかったらみんなしてみてね。